創業地区に立つドームシティガスビル、大阪製未工業大阪ガス株式会社は、近畿地方に本店を置くガス会社である。略称は、大ガス。海外展開も視野に入れて2018年、子会社や関連会社を含む155社の公式な名称を、デイグスグループとした、東京ガス、東方ガス、西部ガスと並ぶ大,大手4大都市ガス事業者の一つで、ある。都市ガスの販売量では、 全国に、活ガス道延長は6万 1900km に及ぶ。本社は大阪府大阪市中央区に所在する、旧の村財閥の中核であるため、大和銀行と親密である。主な事業内容は、ガスの製造、供給及び販売 LNG の供給及び、販売電力の発電、供給及び販売ガス機器の販売ガス工事の受注となっている。 大阪ガスは企業競争力のベースを技術に求めており、研究開発は最も重要な企業を差別化戦略の一つと考え、様々な新技術の研究開発、実用化に積極的に取り組んでいる。その中には、低福者方式などがある、大阪財界を支える有力企業であり、大阪商工会議所の回答をたびたび排出している、理想な HD と親密関係にある、 第二次世界大戦前は、野村財閥の中核企業の一つだった。現在も、本社ビルの1階には、主力銀行でもある理想な銀行の御堂筋支店がある。また同社は、旧大和銀行系列の企業集団にあたる大林会にも加盟しているが、三和グループの社長会、サミズ会とその後新社長会である水曜会にも加盟している。ただし、緑会には未加盟である。 ガス供給のほか、電力の卸、小売事業も行っている。また、同業者の岡山ガス、四国ガス、大津市企業局、静岡ガス、日本ガスなどへ、天然ガスの卸売りを行うほか、関西電力、沖縄電力へも、発電向けの都市ガス供給を行っている。ガス製造所、千北製造所、第一工場、第二工場。 姫路製造所発電事業はグループ会社を含め合計国内約181万キロワット、海外約120万キロワットの発電施設を持ち、卸し、小売りを行っている。2009年からは、仙北地区に卸売電力事業者の発電所としては、国内最大級の110万キロワットの仙北天然ガス発電所を設置し、関西電力、中部電力などに卸売りしている。 他、同社は、2016年春からの電力小売自由化を、シアニ、マルベニなどと共同で、茨城県内で、石炭火力発電所の新設を計画していたが、原子力発電所の再稼働などで採算が厳しくなるなどの理由で、2015年までに計画を断念した。東南アジアなど、日本国外にも進出しており、2030年度には、 利益の3割を海外事業で稼ぐことを目標としている。アメリカ合衆国では火力発電所の運営、LNG 基地やシェールガス開発に主旨または参画している。その他多数、ガス機器参照大阪ガスサービスショップは、大阪ガスのサービスエリア内のガス機具類販売店で、大阪ガスサービスショップ協会に加入しているものである。大阪ガスは、核。 オグスにガス線工事、内管工事、工事設計施向添卓時のガス線の開閉申し込み受付の業務を委託している。各、オグスは前期委託事業に加えて大阪ガスのガス機器の販売、設置等を個別の事業として行っている。現在のグループ企業は公式サイトのディグスグループ会社一覧を参照。OG ロイヤル株式会社金でトロイヤルの合弁だったが、 2004年3月までに、近隷保有の全株式をロイヤルに売却して、グループ離脱。現、ロイヤル、関西株式会社。株式会社、ハーマン大阪ガスが買収したターダと、洋日差し製作所の2社が1986年4月に合併して誕生した旧ハーマンから、ガス器具関連部門が、分離独立する形で設立。その後、元親会社だった。 大阪ガスと提携関係にあった能立に、買収されて、グループ離脱。株式会社、ハーマンプロキューハーマン。ハーマン同様、能立に買収されて、グループ離脱。株式会社金冷冷凍食品の製造など、キャスキャピタル参加に入り、2006年以降は、グループ離脱。株式会社ホームプロリフォーム仲介。リクルート参加に入り、2006年以降は、グループ離脱。 株式会社大 u で温浴施設経営、鶴亀 O&E 参加に入り、2012年以降はグループ離脱、株式会社エルネットフリーペーパー、パドの関西版発行など、2014年に会社分割を行い、パドの関西版発行などの事業を新設会社の株式会社エルネットに承継させ、2代はウィルコホールディングス参加に入り、グループ離脱、 株式会社イルネットは、大阪ガス行動観察研究所株式会社に、称号変更し、マーケティングソリューション事業などを継続したが、2015年7月に、株式会社、オージス総研へ、吸収合併、株式会社プラネットワークゲストハウスウェリング事業、選手会参加に入り、2015年4月以降は、グループ離脱、大阪ガスコミュニティライフ株式会社マンションビル、 管理事業、伊藤中アーバンコミュニティ参加に入り、X コミュニティライフ株式会社に、商号変更。2015年12月以降は、グループ離脱、株式会社、キッコリーホームセンター事業、コメリに売却して、グループ離脱、長野プロパンガス株式会社長野県内で、LPG、灯油の販売、ガス、石油機器類の販売など、本社、上田市 1954年7月設立。2002年4月より、大阪ガスグループ参加に入り、グループ離脱直前時点で、上記日商 LP ガス株式会社が、発行済み株式総数の4割を保有。2017年8月、当時の長野プロパンガス社長が、同住所に設立した NPG ホールディングスが、大阪ガス保有株式のすべてを取得しグループ離脱。 2018年7月に株式会社エキナスに称号変更。2012年1月より俳優の大沢隆を起用したがスマートシリーズが放映されている。現在の CM 出演者過去の出演者、提供テレビ番組過去の提供テレビ番組以前は上記番組などで一社提供番組にはオープニングキャッチが放送されていたが、 現在オープニングキャッチを流している番組は、水野牧の魔法のレストランと、大阪本和歌テレビの2本だけとなった。ありがとうございます。